皆さんこんにちは、日本語の先生のりこです。今日のゲストはアメリカ人でピッツバーグ大学で日本語を専攻されているオースティンさんです。それではオースティンさん、今日はよろしくお願いします。あ、今日はよろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。はい、まずは自己紹介してもよろしいでしょうか。はい、お願いします。本当に。はいはい、じゃあ皆さん、リスナーさん、はじめまして、オースティン・ローゼンクランツと申します。ローゼンクランツというのは、うん、家族の名前ですけど、かなり言いにくいのでドイツ語の名前で、意味はバラ星の冠だから、日本語でバラカンという名前でも、バラカン、いいですね。漢字でわかるでしょ。いいですね、バラカン、はい、でもそれはちょっと珍しいかもしれないので、オースティンでも全然問題ありません。あ、じゃあ私はオースティンさんと今日呼ばせていただきますね。はい、はい、お願いします。はい、それから住んでる場所なんですけど、もうのりこ先生がおっしゃったんですけど、ピッツバーグに住んでて、ピッツバーグ大学の4年生で、日本語と心理学を専攻しています。ピッツバーグといえば、なんかいつも暑くなったり寒くなったりして、季節を感じることができるところだと思います。それから川が多くて、なんか川が3本集まって、本当に橋が多い場所なので、かなり美しいと思います。あ、いいですね。はいはい、出身もピッツバーグなんですか？いや、それは出身はどこかな。実はね、生まれた場所はジョージア州なんですけど、それからなんか引っ越して住んだことが、場所が多いので、そっか、出身なんかないと言うだろう。そう、あ、いいですね。はいはい、じゃあもうアメリカの中でいろいろたくさんのところに引っ越して、そうです。ニューヨークとかカリフォルニアもロサンゼルスとか、いろいろな場所に住んだことがありますので、はい、面白い。で、今ね、家族の名前がドイツの名前っていうことは、やっぱルーツはドイツにあるんですか？あ、はいはい。でも実はね、なんか関係ない気がしますけど、なんかそういう歴史とか、個人的な、歴史について、あまり知りませんので。いや、大丈夫です、大丈夫です。でも名前の説明はすごく面白かった。バラの冠、ありがとうございます。本当に綺麗な感じだと思いますから、いつもバラ冠、ね、について話していきたい。そうかそうか、わかりました。はいはい、もういい自己紹介をありがとうございます。あ、いえいえ、いろいろ聞いてくださってありがとうございます。で、私にね、メールをいただいて、それがきっかけで、ね、このゲスト出演が実現したんですけれども、私のポッドキャストを聞いてくださってってるんですね。あ、もちろんだ、ずっと聞いていますので、このすごい機会は本当にドキドキしています。ありがとうございます。日本語の勉強はもう長いんですか？そうですね、ちょっと長いと思いますけど、今年の8月になったら、4年間になる。年間というわけです。はい。あ、そっかそっか。私は面白いなと思ったのが、日本語を大学で専攻してる、つまり専門的に勉強してるってことじゃないですか。はい、もちろんその通りです。はいはい。そのきっかけは何なんですか？例えば大学でもうしっかりきっちり日本語を勉強しようと思った、多分理由があったと思うんですが。そうですね、実はね、私の場合は今の大学に入る前にそういう理由なんか深く、考えたことがなかったけど、例えば私は今の大学に入ったらなんか医学とかを勉強しようと思いましたけど、なんか急に日本語が興味を覚えたから、そういう授業を取ろうかなと思いまして、それからそういう授業を取ったらすごく感動しました。ピッツバーグ大学のプログラムは、会話に強調していますけど、いいですね。それから、まだ言わなかったけど、私は、初めの大学だというわけじゃないです。前に他の大学に入ったことがありますので、そこでは俳優や演劇を
勉強しました。面白いね、はいはい、いろいろな行動しましたけど、 その理由、うんうん、理由としてなんか理由、うんうんうん、今の日本語のプログラムは演じることが多いので、なんか日本語文化とかですね、だから本当にああいうのに見ている、私は面白い。じゃあどんどんいろいろ経験してきて、はいはい、そうそういろいろ経験して、うんはいはい、でもう一度大学に入り直した時にちょっと日本語の授業を受けてみて、うん、わあ面白いって思ったんだ。はい、わあすごいな、これはなんか話し方や文化も本当に、素晴らしいと思いますので。あ、じゃあ今毎日楽しんでるんですね、はい、もちろんです、はい、ちょっと辛くなってけ辛くなったけどなんかどうし、あ、なぜならなんか今は研究もしていますけど日本語に対する、それはどんな、私に聞いてわかるか、なんか トピック、その研究テーマは、うん、あ、研究テーマは日本語教育だと言える。日本語教育、はい、実はね、私は、まあ、録音にあの関係ありますけど、私は1年と2年生の、授業では録音の課題を、出すことにします。例えば、うんうんうん、なんか会話文 を、うん、覚えているんですけどね、うん、そういう会話文を使ってなんか自分の声で、聞くことを、うん、あの、まあ、してみようかなと思います。でもいいですね、だから自分の声をあえて録音して、はい、でそれをちょっと聞いて分析して、はいはい、ね、いい練習方法ですね、はい、私そうですね、な、うんうん、私も、まあ、ありがとうございます、そう思いますけど、うんうん、まあ、まだ結果が、うんうん、あ、そうね、本当に、まあ、でもそれを研究してるわけだ、はい、希望しています、はいはい、そういうあのきっかけで、はいはい、でもそれはな、細かい、そうですね、細かいものは本当にちょっと難しい、なんか課題を作ったり、そういう宿題なんか、うん、学生たちと連絡したりすることは本当にちょっと、うん、ちょっと忙しいね、忙しい、はいはい、そうですね、毎日その、あの、ピッツバーグ大学の日本語のカリキュラムは毎日何時間ぐらい日本語のレッスンが、まあ、授業があるんですか？そうですね、まあ、例えば1年と2年生の場合は、まあ、月曜から金曜まで毎日、うん、毎日、例えば、うん、まあ2時間ぐらいだと思いますけど、うん、あ、実は特別なプログラムだと思います。というのは2つの種類があります、はい、例えば、うん、あの英語での授業もあるし、うん、それから日本語の、まあ、演じる日本語で文化を演じる日本語しか使わない授業も、うんうん、その日本語で日本の文化の場面を演じるっていうのはちょっとロールプレイみたいな感じなんですか？うん、そうそう、その通りです、ね、もちろんです、はいはい、ロールプレイ、いろいろな、例えば、うんうん、レストランで、はいはいはい、ち、あの、はいはい、なんかどういうかな、なんか頼むことも、うんうん、そう、だから実際にそうそうやってみるんですね、それをね、はいはいはい、そうですね。先生は日本語の、うん、日本人の先生なんですか？あ、もちろんです、はい、全部は、全員は、はいはい、日本人なんですけど、うん、あ、じゃあ本当に初級の頃からたくさん会話を本当に重点的にやっていくプログラムですね、はいはい、面白い、うん、その通りです、はい、ああ、そっか、じゃあ私もそう思います、本当に会話の方が、うんうん、得意だと思いますので、その方が楽しめると思います、うんうん、そっかそっか。で、あの、実際卒業後ですね、卒業後何か進路について考えているんですか、オースティンさん？そうですね、まあ、実は卒業すぐ卒業しますよ、来月なんですけど。あ、来月、そうか、失礼しました、もうすぐだ、はいはいはい、あ、いやいや、あ、すいません、あ、誤解しました、すいません、いや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 、そうか、もう卒業間近なんですね。はい、本当に、まあ、お疲れ様でした、すぐですけど、すごい、 ありがとうございます、本当に楽しみにしています忙しいから。でもその後で今はいろいろな、まあ、職に申し込んでいますけど、うん、あ、職、なんか仕事、お仕事ね、探しているとこですね、はいはい、今はなんか申し込んでいるのは、なんか留学するプログラムみたいです。なんかアメリカ人の高校生を、うん、あの日本で案内しているという仕事なんですけど、うん、はいはい、うん、あ、じゃあ自分の学んだことも活かせるし、まあ、面白そうなお仕事ですよね。あ、私もそう思います、うん、はい、もちろん日本語を活かした仕事がしたいと思いますので、うん、それ、まあ、しようかなと。でも、うん、珍しいと思います、アメリカではそういう、うんうん、仕事がちょっと珍しいというか、なんか少ない、うん、
と思います。大水さんは実際に日本に行ったことがありますか？あ、来てくれてありがとうございます。はい、はい、あります。お、まあ、よかった。コロナだってもなんかあります。あ、実はそのコロナが発生したちょうど前に、その夏でした。あ、ちょギリギリ間に合いました。はいはいはい、そういう2019年の夏に、やっと行きました。あ、よかったね。はい、2週間だけでしたけど本当に、すごかった。その時初めての日本だったんですね。実際に、はいはい、初めてでした。はい、どうでした、その感想は、インプレッションを含めて。そうですね、まあ、もちろん、まあ、感動しましたと。あ、よかったです。思います。なんか文化に向いてると思います。例えば、あ、なんか、気づいたのは、なんか電車の中で静かだ、静かだ。あ、それよく聞きますね。はい、はい、それは本当に、あの、大好きだって。それから、あの、なんか食べ物もめっちゃ美味しい。あ、よかった。そうですね。それから、ま、なんか私はそういうお寺や神社の、まあ、形が本当に偉いと思いますので、うん、それは本当に、まあ、いろいろありますけどね。じゃあたくさんね、初めてだから。そうそう、まあ、たくさん見て聞いて、そうそう、わーみたいな感じですね。はい、はい、私はなんかいろいろな、まあ、留学する留学のプログラムだっただから、うん、あの、なんか広島や神戸、大阪、奈良、いろいろな場所に。あ、よかった、はい、行けましたね。通ったんです。はいはい、行きました。特にどこが好きでした？お気に入りがありました？お気に入りのは奈良でした。奈良、あ、本当に。しかも、あの、いっぱいあ、もう行ったんですけど、その、なんか、あの、大仏、うん、大仏は本当に、初めてそういう、あの、ものを、あの、そうそう、見ましたから。大きいしね。大きいです。それから、まあ、お寺な、うん、まあ、そういうなんか雰囲気が本当に昔みたいだから。うん、アメリカでは、まあ、アメリカ国としてあんまり古い、うん、そうね、古くない。歴史的にはね、ちょっとやっぱり日本に比べたら浅いから、はい、そっか。そうですね、じゃあそういうお寺とか、なんか歴史的なものに感動したんだ。うん、はい、あ、それを聞いてよかったです。はい、うん、で、帰ってきたらやっぱりもっと勉強しようと思いました。うん、はい、もちろんです。まあ、実はね、ちょっとなんか、まずは、あの、ちょっと休んだんです。あ、本当に。はいはい、ちょっと休んだんです。なんか授業を休んだんですから、はい、まあ、なぜならそういう留学のプログラムは、うん、なんかその前に、10週間、あの、まあ、インテンシブ、なんか強化合宿、強化合宿みたいな日本語の授業を取ったので、うん、本当に疲れてって言いました。あ、わかる気がする。はいはい、うん、でも、まあ、確かにね、休憩も必要ですよね。確かにそうですね。でも、もちろんそういうモチベーションや、あの、まあ、なんか元気がまた、あの、出たので。よかった。じゃあ、就職活動ね、元気になったら、ごめんなさい、元気になったら、いえいえ、はいはいはい、その通りです。元気になったら、また、あの、深く、まあ、真面目に勉強しました。そう、ね、そうそうそう。じゃあ、あの、就職活動頑張ってくださいね。本当に、 ありがとうございます。はい、絶対日本語を生かす仕事が見つかるといいし、あの、日本にまたね、はい、あの、これ行くことができるといいですね。はい、やっと、はいはい、とうとうになった。そうですね、そうそう、私も、まあ、日本語で働くことができたら本当に最高ですよね。嬉しいよね。はい、確かに、わかるわかる。じゃあ、あの、オースティンさん、じゃあ後半はですね、ポッドキャストについて話したいんですけど、うん、オースティンさん自身 も、はい、そう、あの、英語と日本語のポッドキャストをされているんですよね。うん、はいはい、名前は、名前は、オースティンとエミリーの英語でも、ちょっと、字はね、文字は、あの、オースティンとエミリーの名前は英語で書いていますけど、 あとは日本語で、はいはい、オースティンとエミリーの英語と。じゃあ、これはどんなポッドキャストなんですか？実は、まあ、のりこ先生のおかげでそのポッドキャストを作ろうかなと思いましたけど、嬉しい、そういう日本人、あの、向けの、英語を勉強する
勉強できるのポッドキャストです、うんうん、じゃあ大体はほとんど英語でエミリーさんとおしゃべりしているんですよね、うん、はいはい、そういう自然な会話 のように、行っていますけど、そういう、はい、大体英語で話して、またはいろいろなアメリカの文化や、うん、表現について、話しています。いいですね、いいですね、うん、はい、で時々やっぱり日本語でも説明をしたり、ね、はいはい、そう、うん、それで、あ、それもまあいい勉強になる。私の場合な、日本語が分からない時は、うん、ああこれ調べて、うん、ああこれはまあ見たことがない日本語の表現も、について勉強することも、うんうん、できますし、はいはい、そう、あのどうですか、実際に自分でもその発信してみて、ポッドキャストしてみて、うんうん、どんな感じですか、うん、ああ聞いてくださってありがとうございます、うん、そうですね、まあ実はまあする前に、なんか、事実に想像できなかったなんかそういう、まあ、細かいものについて、例えばそういう編集することも、うんうんうん、ちょっと難しいんですけど、うん、または事実は、まあ、コンピューターが急に死んじゃった時は、あ、そうありますね、そんなこともね、はいはい、そういうことも本当にテクニカルな問題も時々起きますよ ね、 そうですね、確かにありますけど、うん、その一方でなんか本当に、まあ、楽しめると思います。例えば、あ、よかった、私は話すことが本当に、うん、好きだから、そういう、まあ、会話をする、または私は実はなんかどういうかな、べちゃべちゃすいませんあのあそういうあの、うん、アメリカ の文化についてもっと、うんうん、深く考えさせられるというふうに、逆にね、わかるわかる、はい、私はああこれは外国人にとってはこれは、うん、珍しいと思うかなと思います。それ、うん、本当に勉強になる、そう思います、活動だと思います、うん、はい、本当にその聞いている人も勉強になるし、その私たち話している側も、うん、そうですね、意外とね、あの新しい発見があったりするんですよね。そうですね、どん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 なんか勉強になる、はいはい、うん、よかった。あの、はい、毎週録音してるんですか、エミリーさんと。はい、毎週、そういうの、はい、毎週録音し、まあ、するようにしていますけど、だいたい休むことも、もちろんもちろん、もちろんありますし、うん、でもなんか休みが、まあ、将来に休みがあったらもっと、うん、あのなんか2、3個録音ある、そうですね、する予定にします、はいはい、そうそう、私もそうしています。ちょっと貯めておいて、うん、そうですね、やっぱり何があるかわからないからそうですね、お休みも必要だし、はい、そうですね、はいはい、でも本当に助かりますよね、そういうなんか予定ですね、なんか、うん、まあ急にまあ勉強になったら、または疲れる、うん、疲れた日は、そう、病気になったりもするしね、うんうん、あ、確かに、あ、のりこ先生そうでしたねよね、あ、そうです、まあ、そうです、具合は、はい、具合はどう、あ、ありがとうございます、本当におかげさまでね、ずいぶん良くなりました。あ、よかったですね、本当に ありがとうございます、うん、私は心配していました、うん、いや、あの皆さん聞いてる皆さん、実はオースティンさんとね録音する予定は、あの実はあの先月だったんですよ ね先月の予定 で、 そうですね、はい、でもあの突然私が手術になっちゃったから、あのちょっと予定を変更させてもらったんですよ、うん、でもようやく今日お話できてよかった、よかった、はいはい、本当にありがとうございます、うん、うん、でもポッドキャスト楽しいですよね、楽しいですよね、はいはい、もちろんです、はい、うん、共感しています、はいはい、確かにそう思います、そうそう、なんかやっぱり、ね、私は、うんうん、一番難しいのは私にとってまだなんか、初めてばかり、うん、気がしますので、うん、なんかリスナーさんと、交流することは難しいんです、うん、なんかそういう、確かにね、うん、はい、なんかメッセージあのもらいたいし、でも少ないので、本当にそういうなんか活動を、うん、あの作ることはどうすればいいかなと、うん、オースティンさんはウェブサイトがありますよね、はい、ウェブサイトがあります、はいはい、そこから、それからインスタ、うん、インスタも
ありますけど。あ、そっかそっか、うん、じゃあ多分その2つかな。でもはい、まあ、私がやってみたいに、まあ、最近あんまりやってないんですけど、ペイトリオンやってみるとか。あ、ペイトリオンですね、はい、なんかディスコードをやってみるとか、うん、ね、あ、そうしていくと、もしかしたら実際のリスナーさんと深くつながっていけるかもしれませんね。最高ですね、うん、はい、使ってみようかなと思います。はい、ありがとうございます。その方がいい。そうそう、だってやっぱり日本は日本人の方はたくさん、まあ、一生懸命英語を勉強されていますから、ね、うん、絶対マーケット、その日本のマーケット、その日本英語を勉強している人に聞いてもらいたいっていうのはね、うん、すごくいいことだと思うんですよね。ああ、ありがとうございます。じゃあそれは、うん、使ってみようと思います。ね、はい、ありがとうございます。そうそう、はい、だから実際にそういうふうに連絡くれると嬉しいんですよ、本当に、ね、確かにそうでしょう ね、うんうん、はい、のりこ先生のなんか一番、うんうん、私から質問してもよろしいですか。どうぞどうぞ、はい、のりこ先生、うん、なんかポッドキャストを作るの中で一番嬉しいのは、うん、やっぱりリスナーさんとの会話なんですけど、うん、またはですね、うん、もう、本当にその通りです。まあ、いつもじゃないですけれども、やっぱりリアクションがあって、うん、何か、まあ、YouTube なり私のウェブサイトからでも何でもこうメッセージをいただいて、うんうん、あ、このエピソードは楽しかったです。でプラスに自分の意見も書いてくれる人いるんですね。のりこ先生はこうおっしゃってましたけど、いいですね、私はこう思いますみたいな、そういうことを受け取ると本当に話してよかったと思います。うん、いいですね、はい、なんか伝えたというふうに通じた、そうそうそう、はいはい、そういいですね、でなんか考えをシェアできたみたいな、ね、はいはい、一緒に、あ、いいですね、うん、ありがとうございます。はい、本当に、うん、だからそういうリアクションがあると嬉しいです。ま、うう、本当にそうでしょうね、私、うん、だから私はそういう、まあ、なんか場所、そういうことができる場所を、作りたいんですね、うん、まあ、とか、頑張ってください、はい、いいポッドキャストだから。 ありがとうございます、はい、うん、いつものりこ先生から勉強になりましたので、いえいえ、とんでもないです。でも一つ聞いてもいいですか。ポッドキャストで語学を勉強するいい方法というか、まあ、オースティンさんのやり方でいいので、うんうん、なんか、まあ、自分のポッドキャストをこうやって聞いてほしいとか、私のポッドキャストはこうやって聞いてるよみたいな、なんかアドバイスみたいなことありますか。そうですね、もちろん人それぞれにした方がいいと思いますけど、うんうん、なんかポッドキャストの、まあ、特徴だと言えるだろうと思いますけど、ポッドキャストはなんか他の、まあ、もちろん掃除している間に聞くことができますけど、そうですね、うん、そうですね、なんか分からなくてももっともっと聞いた方がいいと思います。例えば、私もそう思いますね、少しずつ慣れるようになると思いますので、うん、まあ、ただ聞くだけでもっと毎日聞くようにした方がいいと思います、うん、私の場合はそう、毎日のりこ先生とてっぺい先生のポッドキャストも、うん、聞くようにしていますから、うん、もっともっと少しずつ聞く、まあ、力が、ね、増えていくという、いや、その通りだと思います。とにかく聞いてみなきゃね、うん、そうですね、深く、まあ、続けてそうそう、本当本当、うん、毎日聞くのが一番いい、うん、で、分からなくてもすごく気にする必要ないんですよね、うん、確かにそうですね、うん、でもそれからのりこ先生 のようになんか、うん、トランスクリプションもあったら、うん、本当に深くなんか調べることもできますし、ね、うん、本当に、うん、なんかいいですね、ポッドキャスト、うん、そうそう、そうね、本当に私もポッドキャストは自分でもちろん話すのも好きだし、聞くのも好きですね、うん、便利です、うん、便利ですよ、ね、通勤時間も本当に、まあ、そうそう、どこ行ってもできるので、どこ行ってもね、イヤホンで聞けるから、はいはい、あ、じゃあ、うん、聞こうかな、はい、そうそう、本当に最高だと思います。わ、ね、はい、かりました。じゃあオースティンさん、そろそろね、まとめに入るんですけど、あ、はいはい、いえいえ、うん、ぜひね、世界中のリスナーさんにオースティンさんから何か日本語の勉強、語学の勉強、励ましのメッセージをお願いします、うん、あ、はい、ありがとうございます、聞いてくださって、うん、そうですね、まあ、私の、うん、一番大切なのは、なんか言語を学んでいる人はもちろん、うん、勉強すればするほど少しずつ、まあ、時々、辛くなった、場合も、あると思いますので、その時は少し休んだ方が
いいというメッセージなんですけど、例えばですね、私は日本語はなんか日本語の記事やなんかちょっとつまらないものを読みすぎたら、もう少し日本語の勉、ま、日本語を勉強しようと、というのをきっかけに戻った方がいいと思います。例えば私の場合はアニメ、もちろんアニメ、まあ、アメリカっぽいですけど、アニメになんか日本語の勉強はなんかダメになっちゃった時はちょっと休んで、またはまあ楽しめる活動を します。例えばアニメを見たり、または漫画、日本語で読んだりすることをします。だから私のなんか伝えたいメッセージは、まあ諦めないでください、少しずつ、まあ、休んだ方がいいと思います、それから元気が、まあ、盛り上がったり、またはなんかモチベーションも盛り上がるとそうそう、ま、踊るそう、本当にそうだよね。だからそういう時こそ自分の好きなコンテンツ、アニメとか見てちょっと気分転換して、あ、また頑張ろうって思えるまでね、はいはい、やりがいがある、まあ、価値がある、はいはいはい、そうですね、そういう思い浮かびがまた出るんですよ。はい、そうか、じゃあ大杉さんも漫画とかのアニメが好きなんですね。あ、もちろんです、はいはい、もう今は、まあ、読んでるのはチェーンソーマンという漫画ですけど、まあ、今年の、まあ、あとなんかアニメ化となっていますので、それも有名なんですね。ごめんなさい、私知らなかった、はいはい、チェーンソー、もう一回チェーンソーマン、はい、あ、ちょっと知らないと思いますので、これもちょっと見せ、そうそう、私今見てますね、はいはいはい、はいはい、これはちょっとなんか暴力的な話なんですけど、本当にアクションです、はいはい、なんか少年なんか漫画みたいですけど、アニメになる、はいはい、いい勉強です。そうだよね、真面目ななんか記事ばっかりとかニュースばっかり読んでたらね、そうですね、ちょっとつまらなくなる時ありますね。そうですね、はい、確かに。だから、まあ、いつも日本のりこ先生ポッドキャストで話してくださるんですけど、なんか楽しめるコンテンツや楽しく勉強した方がいいですね、本当に。うん、事実だと思います。あ、よかった、ありがとうございます。いい、あ、こちらこそありがとうございました。はい、なんかあっという間に20分30分来ました。ありがとうございました。あ、こちらこそ本当に楽しかった、すごいチャンスでした、ありがとうございました。さすがね、ポッドキャストされてるから、マイクもよいいし、音もすごくいい。そうですね、そうですね、最高最高、まあ、スムージーに、はいはい、スムージーに聞こえるように、はいはい、じゃあオースティンさん、これからもオースティンとエミリーの英語を頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます、頑張ります。もっと、まあ、新しいことを使ってみます、はい、ありがとうございます。そうそう、のりこ先生も本当にありがとうございます。ありがとう、または体を大事にありがとう。じゃあお仕事もね、これから頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあオースティンさん、これで今日終わりましょう。あ、はい、そうしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。はい。はい。